ジャパニーズミュージカル議連写楽2018、浮雲役の宋和穂です。日本物だからといって肩肘張らずに気楽に楽しく見れるところがすごく一つの見どころかなと思います。初めての花魁の役です。課題の一つでもある色気、艶やかさみたいなものを出していけたらいいなと思っております。2017年にマトヤ局でご一緒させていただきました。人間の心情、内なる心情を細かく演出してくださる方なので、花魁としての女心だったりとか、人間としての深層心理だったりとか、そういうところを川原さんリーダーを通じて私も新たな扉を開くことができたらいいなと思ってます。村井パパこと村井邦夫さんです。前回のマトヤ局でもご一緒しましたけれども、その時もすごく所作であったりとか芝居に関していろいろなことを教えていただいたので、今回もジャパニーズミュージカルなので、そのあたりすごく村井さんから学ぶことが多いと思います。恥をかなぐり捨ててどんどん質問しに行きたいと思ってますので、村井さんよろしくお願いします。初演の作品のファンの方もまたさらにブラッシュアップされてリニューアルした議連写楽をお楽しみいただければと思います。そして宋和穂のファンの皆様にはまた新しい宋和穂もうお見せしていますけれども、このビジュアルですごく恥ずかしい気持ちもあるんですけれども、それをちゃんと集中して役になりきってお見せできればと思います。幅広い方、ミュージカルファンの方にも芝居好きの方にも楽しんでいただける作品だと思いますので、ぜひ楽しみに劇場にお越しください。